第2本土木株式会社は日本の中堅総合建設会社である。舗装大手の株式会社、日保の連結市会社の一つであり、近鉄グループホールディングス株式会社の持分法適用会社でもある。陶器場の本店所在地は岐阜県岐阜市だが、東京都新宿区にも東京本社として本社機能を置く。2017年4月現在、日本国内に参社。 9支店、10営業所、国外に四営業所を構える。会社の創立は1944年で、当初の資本金は150万円、所在地は岐阜市、長住町であった。バブル期に行ったゴルフ場開発などの不動産、開発事業への投資により、有利子負債が膨らんだことから、2002年7月に民事再生手続き開始を申請した。 2000年及び2001年に多額の不動産開発関連の損失処理を行い、自己資本比率の低下から、親会社の近畿日本鉄道や取引銀行が引き受け先として、第三者割当増資を実施したものの、最終的には膨大な有利子債に持ちこたえることができなかった。民事再生手続きは2003年12月に終結している。現在は、 日報及びエネオスホールディングスの連結市会社であり、近鉄グループの一員でもある。大日本土木の特徴の一つである海外事業は1980年のエジプトにおける PC 体育工事に始まり、現在に至るまで様々な国々で多数の試行実績を残している。現在は中東、アジア、アフリカ等の国々で、 ODA 関連の工事をを中心に施行,行っている第二本土木は1946年に公式野球部を結成。この年には第17回都市対抗野球大会に初出場初優勝を成し遂げた。翌年の第18回都市対抗野球大会も優勝し、戦後初の都市対抗野球大会連覇チームとなっている。第二本土木からは中原博 国枝都道、大平修玄がプロ入りしている。ありがとうございます。